この写真は投稿者がとある喫茶店でコーヒーを飲んでいた友人を撮った一枚です。その友人男性のその肩を不気味な手が後ろから掴んでいます。投稿者によればそこには誰もいなかったそうです。これは彼についている守護霊による霊現象と思われます。この男性は日頃から胃腸の調子が悪いにもかかわらず、1日に20杯のコーヒーを飲むと言います。この男性の守護霊は彼の健康を心配して警告のためにこのような写真を見せているのだと思います。たとえ自分では自覚がなくても、霊からのメッセージを自身の健康に気をつけるきっかけとして受け止めることが大切ですね。これも古い写真ですね。昭和初期の校舎の前で撮った集合写真です。古臭い感じも決して悪くはないのですが、この写真も何か不気味な雰囲気を醸し出しています。画面右前列から3番目の右端の生徒の右背後に男の子のような霊が写っているのがお分かりでしょうか。この霊は以前この学校に通っていた生徒のようで、教師に激しく叱られたそのショックでいなくなり、おそらく亡くなってしまった男の子の霊だと言います。この当時はきっと今では考えられない過剰な指導があったのでしょう。この子は自身を叱った先生をすごく憎んでこちらを睨んでいるようです。何でもその先生はこの写真が撮られた後、精神状態が不安定になり、最終的には辞職したそうです。男の子のすざまじい恨みの念ですね。これはとある食堂で撮られた一枚です。もうお分かりでしょう。ビールで、どっぷり腹の男性の頭が完全にありません。このような写真が撮れた場合は、守護霊からの頭部に気をつけろというメッセージなのかもしれませんね。これは琴と三味線のコンサートの写真です。画面下、舞台の下をよく見てください。柵の向こうに白い霧のようなものが見えます。その先端にうっすらと人の顔のようなものが見えます。これは画面右側の舞台にいる女性の霊体だと言います。彼女はコンサートの直後に舞台袖で倒れ、病院に運ばれています。そのことからしてもこの霊と何らかの関係があったのかもしれません。この写真は投稿者がタイに旅行に行った時にホテルで撮ったものです。もう一目でお分かりのことでしょう。鏡に青白い顔をした霊体が映り込んでしまっています。外国の人は幽霊が出ることを知っていても、その家に住んでいるケースが日本人より多いようですね。このホテルにも何かがいる可能性は高いです。さらに怖いのはこの霊だけではなく、よく見ると撮影者の体も透けて映っています。体の一部が透けたり欠けたりしている写真は、その部分に対して守護霊からの警告サインであることが多いです。そして霊能者によると、この写真の霊は過去にこのホテルから姿を消した男性の霊で、何らかの理由で全ての女性を恨んでいるようなのです。それがたまたま撮影者についてしまって、日本に帰った後も撮影者の周りにはいつも誰かがいるような気がすると語っています。この場合は一日も早く条例上下のお払いが必要となるでしょう。
仏像の写真を集めているという投稿者ですが、しかし霊が写り込んでいる写真を撮ったのは初めてだと言います。画面上部の仏像の頭部の左側をよく見てください。そこに顔が歪んだ霊が写っています。写真を撮られることに警戒をしているようで、悪意はないようですが、投稿者をよく思っていないようです。写られている仏像を撮影する際には十分な注意が必要ですね。できれば撮影は避けた方が無難です。これはある人が撮った友人の結婚式の写真です。この人はもうこの世にはいません。この写真を撮った直後に不幸にも交通事故で亡くなり、この写真が現像された時にはもうこの世にはいなかったのです。そして現像された写真は、これから紹介する2枚以外は全て真っ白だったそうです。まずはその1枚、こちらです。画面全体に白い光のようなもやがかかっています。そしてさらにもう1枚には、画面右奥に女性の霊が映り込んでいます。この写真は、この神前結婚式が行われた神社がお祓いの後長い間保管していたものだと言います。おそらくこの撮影者は背後の霊によってすでに死の世界に引き込まれていたのではないでしょうか。次は視聴者 N さんからご提供いただきました興味深い写真を紹介します。 N さんによると、ここは以前とある会社があり、その会社が移転して空き地になったところで撮ったものだそうです。これはすごいお写真です。見る限り3体の霊が現れているようです。右奥はワンちゃん霊のようですね。左奥、ここはかなり強い霊気を感じる自爆霊です。これは見た瞬間寒気がしました。そして少し見にくいのですが、髪の長い女性の霊がついているようです。やはりここは何か過去に因縁がある場所のように感じました。今回も大変貴重なお写真をありがとうございました。次の写真も視聴者 M さんからご提供いただきましたお写真を紹介します。これはとある温泉地で撮られた3枚です。 M さんに霊を感じた箇所をそれぞれ赤く記していただいています。私的には2枚目のオレンジっぽい顔が写っている写真が一番気になりました。詳しくはわかりませんが、何かを訴えているように感じました。皆さんどうお感じになられたでしょうか。条例浄化の悪霊払いの念を送らせていただきました。これはテレビバラエティの一コマです。和田アキ子さんにデストロイヤーさん出演する懐かしい大人気番組でした。しかしこの場面、私的には違和感を感じる箇所がありました。こちらを見てください。ここに女性の足が映っていますが、デストロイヤーさんの背後にはそのような女性はいないように見えます。ところがよく見ると、この足には影がはっきり映っていました。やはり霊ではないのかなと思ったのは束の間。画面右横をよく見ると、ここに髪の長い女性らしき黒い霊体が映っているように見えます。やはりこの写真、なんとなく
霊の気配を感じてしまいましたが、間違っていたらごめんなさい。黄色い丸の中に女性らしき後ろ姿がはっきり映っていますが、この女性の大きさが不釣り合いです。小さいですね。手前の黒い物体は人の頭のようです。その奥、立て札も背景の仏像の台座も正常な大きさで映っています。これだけ鮮明だと合成の可能性も否定できませんが、写真自体のピンボケ具合が同じであることから、よほどトリックがなければ作れないと思います。亡くなった直後の人の霊が菩提寺を訪れるという話はよく聞きます。まさに本尊である仏像に向かって歩く姿ではないでしょうか。大変貴重な心霊写真と思われます。当チャンネルの視聴者様 K さんより情報提供いただきましたお写真をご紹介させていただきます。これも古い某心霊番組からのキャプチャーです。投稿者が新婚旅行でオーストラリアゴールドコーストを訪れた時に撮った写真です。何枚か撮った中の一枚、こちらに注目してください。ここに何とも恐ろしい宙に浮く赤い顔をした霊が映り込んでいます。この写真を撮ったカメラは新品にもかかわらず、その後全くシャッターが降りなくなるという大変不思議な現象が起きたといいます。霊能者によると、この霊は日本人の霊で、ここゴールドコーストの海岸近くでお亡くなりになった女性のようです。この霊は同じ日本人を見つけて、私も日本へ連れて帰ってと訴えていると語っています。この写真はお母さんと赤ちゃんをお風呂でご主人が撮った一枚です。驚くことに謎の黒い線が画面全体に現れていますね。さらに赤ちゃんの耳のあたりをよく見てください。ここにははっきりと女性の霊の顔が見て取れます。そして恨めしそうにこちらを睨みつけているようです。この霊はかなりの恨みの念がこもった大変危険な霊です。どうも撮影者のご主人を恨んでいるようです。もしかしたらこの女性、生前にご主人に何らかの関係があって出てきたのではないでしょうか。ご主人はやましい気持ちがあるのなら、ご家族に危険が及ぶ前に一刻も早く白状し、条例浄化のお清めをした方がいいようです。今夜はここまでです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。今後も心霊写真を通して様々な霊的現象を皆さんにお伝えしていきます。もしこの動画が良かったと思われましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。おやすみなさい。